はいどうもこんにちは、レッドコンプレックスです。今回はみんな大好きディエゴ・フォルラン選手を使っていきたいと思います。この素晴らしい能力値に加えて、このスピシュン、そしてキック力、フィジカルボディコン、どちらも引けを取らないパーフェクトボディ、こんなのガチスカに使うしかないんだよね。アリーベデルチ、フォルランのこの正確無比なパス、そしてこねやすさも持ち合わせている。素晴らしい、はい素晴らしいね、素晴らしい、シュート持っちゃう、あー惜しいね、素晴らしい。さあここ相手が事故ったところで、フォルランナイスシュート、フリーキックもできるんですね。相手レッドカード、なんてやつだフォルラン。これは入ったんじゃないのか、さすがに、カモン。さあ縦フォルランがここ背負っていく、細かいね、素晴らしいパス。さあここフォルランのコネからの素晴らしいアシスト、ナイスシュート。オリエンテスからのフォルラン、フォルランここ出せる、ちゃんと出せるっていうね、いや気持ちいい。フォルラン、フォルランのこのためを作る動き素晴らしい、パスもうまい。さあフォルラン、ここいい動きだし、ナイスシュート。フォルランが事故らせていく、このアウトスピンのコントロールカーブ素晴らしい。そしてここでお相手さんが切断かな。なんでだよ。はい、それでは皆さん、このフォルランの強さが分かってくれたんじゃないでしょうか。補正がなしでこの強さ、皆さんもぜひ使ってみてほしいところですね。それでは今夜はこの辺で、アーバーナイスデイ。